日も雨っすね。だな。なあ、ふと思ったんだけどよ、6月生まれってマジ大変だよな。え、そうっすか。6月生まれは誕生日に、梅雨だけにハッピーバースデー梅雨って祝われるんだよ。え、初めて聞きましたけど。こんなつまんねえボケを6月に生まれたってだけの理由で一生言われ続ける宿命を背負ってんだぞ。大げさっすよ。しかもそのつまんねえボケに突っ込まなきゃいけねえんだよ。マジきちいだろ。確かにそうですけど。だから6月生まれは飽きねえように苦労しながらハッピーバースデーツーユーに合うツッコミをひねり出していくんだよ。そうするとどうなると思う？どうなるんすか？ツッコミスキルが上がるんだ。はい。では結論、6月生まれのやつはツッコミがうまい。いやいやいや、6月生まれは大変って話じゃなかったんすか？